みんなの思いしてる曲なんで、本当に来てよかったですし、うん、はい、嬉しいです。で、サヨナラ決めた後に、秋山監督とハグをしましたよね。はい。秋山監督の目には、もう本当にこう、はい、涙が溢れてましたけども、はい、あれを見て、どういう気持ちになりました？僕もなんか自然と、ね、やっぱその試合までがこう1勝9敗で重かったんで、うん、優勝できてこう、肩の荷が下りたんじゃないんですけど、うん、なんかこう、一気にこう、涙が出たっていうか、みんなに泣いたんですよね。うん、そして日本シリーズもね、タイガース相手に勝ちまして、その勝ったというか、日本一を決めた試合でも決勝戦、松田選手がマウンドから生まれましたけど、まあ、今年はその節目の、球団通算8000号だとか、9万5000号ですかね、はい、節目で打ちましたね。そうですね、やっぱりいろいろこう、記憶に残る一打を打ったと思うんで、まあ、本当に良かったと思います。はい、そして今年2015年はリーグ2連覇、そして2年連続日本一というものが決まるかかってるんですけども、監督が工藤さんに伺いましたけども、はい、どんな印象をお持ちですか？いや、まだ報道ステーションのイメージで報道ステーションのイメージ多分皆さんもそうだと思うそれをいち早く取って、うん、監督、うん、はい、いろいろ学びたいと思います。そうですか、まあ、おそらく選手会長を今年も続けられる。はい、今年もやるね。ということで、やっぱり一番その工藤監督の松田選手と話をする機会っていうのが増えてくると思いますけど、はい、そうですね、うん、まあ、本当チーム代表して話すこと多いと思うんで、うん、まあ、いろいろね、喋りたいと思います。はい、そうですね、連覇っていうのは99年と2000年っていうのは、リーグテーマではあるんですけど、はい、2年連続日本一っていうのはね、まだないんでね、どこかで来てからね、ぜひ達成していただきたい。そうですね、それがやっぱ今年できるかなと思うし、うん、やっぱりみんなもそういう気持ちでいると思うので、もう2015年ですね、やっぱ2014年も良かったですから、うん、2015年もやっぱあの味をもう一回味わいたいですね。はい、打線の方はですね、まあ、昨年からね、柳田選手も成長してますし、はい、それからクリーンアップもね、しっかりしてますし、長谷川選手も怪我から復帰すると思われますし、松田選手もいますし、本当に12球団で最高の打線だと思いますが、ピッチャーでいうと松坂投手に限ってはどうですか？いや、大きいですね。誰もが知ってる選手なんで、うん、まずはキャンプから注目があると思うし、シーズン入ってからも、うん、注目されるんで、でも松坂さんにこう勝ち星をつけてあげたいですね。あ、はい、高校時代の松坂投手のピッチングっていうのはやっぱり見てたでしょう？そう、中学校の頃だったからやっぱりすごかったんでね、うん、憧れの人とかそういう感じではあります。いや、雲の上の存在ですね。雲の上の存在ですか？まだお話はされてないですよ。まだ会ったことないんで。どうしますか、第一声はどんな感じで、どんな話になりますか、まずは。いやー、お立ち台何言いますか僕その仕事担当なんで、挨拶した後は、うん、まあ、松坂さんがお立ち台何言いますか、何言いますか、何かやってくださいよと。そうですね、何かやりますかね、あんまりイメージないですよね。やらせます。やらせる聞きましたね、今どんなのがいいですか？まだ去年中津さんが FA で来て、中津さん北九州なんですよ。はいはいはい、まあ、そういうのをやらないタイプなんですけど、なんとかっちゃって言ったら、なんでやっぱり人間っていうああいうとこに立つとできるもんなんですできるもんなんで、できるもんなんで、やっぱり松坂さんに関しては、ね、なんかやってほしいですね。なんかやってほしいですね。で、もし松坂投手が今までのキャラクターではない一面を見せた時っていうのは、裏からこの松坂選手が動いてたっていうこと。そうですね、影の立役者、影の立役者ということで、しっかりとね、頭に入れておいてほしいなというふうに思いますね。で、ヤフオクドームがね、今年からちょっと改装されまして、はい、宇宙館と左中間ね、少し狭くなるということなんですけれども、これどうですか？ホームラン増えますよね。やっぱ楽しみです。うん、はい、でもこの前、昨日ギータの練習一緒だったんで喋ったら、あいつはフェンス関係なしに、フェンスの上に行くって言ったら、でも、言ってましたか？僕は謙虚に、あれ、ホームランテラスに入れるって。その違いでどうなるかちょっとそうやりたいですね。なるほどね。まあ、去年はね、怪我もありましたし、フリーリーグ出場できなくて、で試合数も100試合ちょっと簡単ですけども、18本ホームランをしました。で、2011年には25本ホームランを打った実績があります。今年はもうこれ30は絶対超えてほしいっていうのが皆さんの願いだと思いますけど、
テラスできたし、やっぱりそういう30本ですね、ビッグチャンスなんで、これでやっぱホームラン減ったら、もう叩かれるじゃないですか。はい、それはそういう時代からやっぱり30本打ちたいですね。そうですね。でよくね、柳田選手が、トリプルスリーにすごい近いとかっていうふうに言われてますけれども、確かに近いですよ。確かにプレッシャーにもありましたし、可能性秘めてますけど、マッチのトリプルスリーってすごい近い選手だと思います。今までどうですか？じゃあこれはもう、僕の永遠のテーマなんで、大穴ぐらいで狙ってきてます。大穴ぐらい。でも3割はいるでしょ。本命がやっぱりオリックスの糸井さんとか、やっぱギータとかいるじゃないですか、ね。まあ、そこが有力としたら、僕はちょっと1個下がってるんで、大穴ぐらいのところでいきたいですね。そうですか。盗塁ですね。そうなんですよ、やっぱり年々体重も多くなり牽制で刺されたり、いろいろあるので、盗塁ですね、盗塁ですね。あとやっぱ盗塁っていう部分なんで、打診とかってあるじゃないですか。そうですよね。で、まあ、増田選手の役割っていうのは、塁に出てる選手を返すというね、まあ、そういう役割があるので、役割的に言うと、やっぱり盗塁数っていうのがね。まあ、27個やったんで、11で、それを越したいっていうのがあって、越したら30いくの。30ですね。はい、トリプルスリー。はい、これ、まあ、自身のテーマでもありますし、ライバルの存在も間近にいますし、はい、ちょっと期待したいですね。そうですね。これできたら本当の日本ですから。これができたら、はい、これ、未だかつて2人同時にいたっていうチームはないですよね。いやいや、リーダーできないから僕だけです今は、外では皆さん、はい、リーダーはだけできないその理由を聞かせてもらっていいですか。その理由は、はい、ちょ今年強気発言。強気発言そうですか。俺がやる。そうなんですね。スリーでやるってことですね。まあ、去年は俺がやるということで、非常に、4月から始まった、すみません、マスターが始まった、その俺がやるという言葉がだんだんこう成長していって、まあ、毎年スローがそうなんですけども、シーズンの最後ら辺になるとそのすっかりと定着してるんですが、今年の熱男、熱男っていうとなんかマッチですよね。そうです。今日の西日本新聞見たんですけど、うん、ましたね、うん、でも熱男って男の人だけじゃないですか。どうなんですか。女性？熱女なんです。熱女？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 僕ら選手は男だから熱女っていうのあってるかも、でも女の人からしたらやっぱり熱女ってどうかなと思ったり、何かいいアイデアありますか？熱女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 ？でも女性のその声援っていうのもね、もう年々増えてますよね。確かに熱いんで、やっぱり今年すごく暑そうなんで、やっぱりみんなでね、熱くやりたいと思います。そうですね、はい、まあ、暑さだけはやっぱり譲れない部分もありますよね。そうですね、先ほどの映像でもありましたけど、10月30日の、ね、日本シリーズでの、試合を決める一本になったタイムリーの後の一塁ベース上でこんなやったじゃないですか。チームを鼓舞するよ。何言うとか知ってます。何て言ってたんですか。あ、正解。よく知ってますね、皆さん。あれ、それ朝ですって言っちゃったんで。ああ、そうだ。知ってるんですね。あ、なんかパーティーパーティーで見ても本当に勝ったから、これ日本一だと思ったんで。みたいな。本当に分かるか。そういう流れの裏話でいくと、去年は、2軍から1軍に上がってきた選手たちに対しての儀式というのが松田選手はあったそうなんですけど、このエピソードを知っていると。お、そうね、すごいね。塩の儀とありのままの儀っていうのがあったそうなんですけども、教えてもらってもよろしいでしょうか。まずは、塩の儀なんですか。塩の儀、なんか塩をやっぱりいいって言われたんで、はい、ベンチの下に置いたらいいっていうのを言われたんで、それやってたんですけど、はい、徐々に発達するとやっぱ人にかけたくなるのかまあ、初戦のやり方にかけてもやっぱり、まあ、塩のパワーを借りようかっていうんですけど、ちょっとやりすぎたんで、ちょっと神様思ったかな。そうですか。やっぱり塩を大切に使おう。ちなみにその塩はなんかこう有名な、なんかこうご利益ありそうな塩だったんですか。いや、普通のあの
プロの塩。家庭用の。家庭用の塩です。料理用の塩だったんですね。そこら辺はあんまりこだわりないんですね。それからもう一つ、ありのままの儀っていう話があったんですけども、これはどんな儀式なんですか？あれなんか流行ったじゃないですか。ありがとうございます。で、サビをみんなでこう流すんですよ。あ、スマホとかで。ローカルームやったら、デオが歌うんですよ。デオが歌うんだ。で、柳田歌うんですよ。で、みんな歌うんですね。それで、もうパークから上がってきた選手は、全員僕が顔の近くに持って行って、俺行ってみって。みんなの前に歌わせて。あ、じゃあ2軍から1軍に上がってきた選手たちは必ずありのままの木。ありのままの木。歌わなきゃいけなかった。でもそれをすることによって、チームまたこう一つにまとまっていくっていう。そうなんです。やっぱりこうやって、選手って、テレビとか、球場とか野球してる姿しか見えてないと思うんですけど、ロッカーの姿はやっぱり楽しいです。そうなんですね。こうやって発信していかないと分かんないじゃないですか。緊張しっぱなしもダメだし。そうですね。まあ、そのあたりは選手、会長として全体を考えてらっしゃるということなんですね。後ほどですね、まず決意表明なんかをしていただきますので、今後の目標なんていうのは、伺いたいというふうに思います。はい。それではお待ちかねの今年はね、抽選会じゃなくてビンゴ大会ということになっておりますので、ではビンゴカードを皆さん出してください。